はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エイティブログです。私たちは三重県にいます。お伊勢さんに行きます。いやーすごいよ、にぎやか。私たちは半年前ぐらいにこっちに来て誰でもいなかった。確かにお正月になったらまあこの倍いるけどね。またそうだから私たちは毎年お正月に来てるけど、今年はコロナだから行かないようにして。そうだね、ちょっと今日早めにお参りしようかなみたいな感じで。まず伊勢うどん食べに行く。伊勢うどん毎回おかげ横丁来ると一発目は伊勢うどんです。伊勢うどん食べないとおかげ横丁に来てないみたいな感じ。そういうことです。暑いと思う。これ食べたことない。伊勢うどん食べたことない人はちょっとイメージできないかもしれないけど、この麺が口の中で溶ける。コシはね、全くないよね。ちなみにタレはすっごい濃い色なんだけど、そこまで全然濃くない。味が辛いとかでもそういうことはないです。うまい、ね、全部食べようとしてる。ここに左も右も大行列。やばいよ、スーパー行列だよ。で、これ後ろにあるのが私がめちゃくちゃ食べたかったコロッケのお店なんだけど、豚捨てのコロッケ屋さんね。20分とか30分待つんじゃない。神宮の方に向かう道もやばいね、人が多い。今これいつも食べる団子のお店の前なんだけど、やだ、30組ぐらい並んでるよ。やだ。でもなんかレナが夢で見る団子だから食べなきゃいけないとか言って、食べなきゃいけないからここは並ぶ。何分かかるかちょっとチェックする。うん、私は、みたらし2本と黒蜜1本と、醤油2本。はい、ということで買いました団子のタワー。時間は今何分並んだ。15分ちょっと。ちゃんちゃんちゃん。おー、みたらし団子から食べる。これこっちのみたらし団子本当にうまい。おいしい。焦げ目がうま。そう、タカが黒蜜いらないよって言ったよ。私はシェアすることも一言言ってないよ。黒蜜そんなにおいしい、そんなにおいしいならちょっと一口ちょうだい。うわお、黒蜜って感じ。そうだよ。はい、ということで団子コンプリートしました。コンプリートしたけど手がベタベタ。口もベタベタだよ。こっちにトリプルチーズメンチカツを見つけたから、トリプルチーズメンチカツ1つください。美味しそう。サクサクっぽい。メンチカツうまいよ。まだチーズ出てきてない。すごいよ、チーズめっちゃ出たよ。めっちゃ熱いよ。肉汁みたいに出たよね。遊んでるね。すごくないこのチーズ。伊勢神宮、こっちに伊勢神宮があるので行きますか。タカが今伊勢神宮の正しいお参りする方法を調べてます。そうだね、何回も来てるけど、そう今一度ちょっとちゃんと調べようってことで。いつも間違ってるなって思って。ここの伊勢神宮ではお願い事をしてはいけません。これが最も重要なポイントです。私は今まで来年のお願いをしたよ。ここに来たら自分の名前、住所、神様への感謝の言葉を伝える。なんで名前と住所。怖っ。いや、私はここに住んでますよ。空から見てくださいねって。名前と住所を言わないとどこの誰なのかわからないので自己紹介をちゃんとしてください。あれ、神様そんなバカなの。で、まあ、二礼二拍手、はい、一礼。カメラが重たい、重たい。ギブアップ。そう、カメラ重たいんでね。最近これ気づいてるかな、みんな。何？この一眼レフでまた撮り始めたじゃん。ああ、そうだね。だから画質が多分上がってるんだよね。オズモで撮ってきた通りより。うん。それは皆さん気づいてますかね。気づいてないとしたら俺らがただ重たい思いをしてるだけです。またオズモに戻します。めっちゃ苦しんでる。そう。皆さんのため、手を洗いましょう。はい、
でまだね続きがあって、はい、これ読んでいくと伊勢神宮ではお賽銭をしてはいけません。お金入れないと神様が聞いてくれないって聞いたことあるけど。そう、でも伊勢神宮は違うんだって。え、でもなんか周りにめっちゃ変に見られるよ絶対に。じゃあちょっと聞いてみよう、誰かに、偉い人に聞いてみよう。今ちょっと調べたんですけど、本当にお金いらないんですかって。はい、今神宮の人に確認しました。なんだった？昔はそうなってたかもしれないけど。あ、そうなんだ。入れちゃダメということはないです。お金欲しいからね。というはお金を入れてくださいっていうこと。本当に欲しいよっていう雰囲気だった。本当に？いや、わかんない。私があの日本人の空気を読むのが下手だから、そういう言い方じゃなかったかもしれないけど、私にそう伝わったよ。ということで金を投げろと。はい、今お参りしてきました。カカが5秒で終わってた。いや、俺20秒かかったよ。いつも5秒だけど、今日は名前と住所言ったから20秒かかったよ。レナが1分ぐらいやってたから、そうだよ、住所思い出せないのかなと思って。だからずっと思い出してるのかなと思って。今年でいろいろいいことがあったことを言ってあげたよ、神様に。あ、全部言ったの？そうだよ。いろんな新しい友達ができて、会社ビジネスが立ち上げられて、コロナがあったのにいろんな幸せな時があったし、 YouTube もまた再開できたし、まあ確かにね、本当に2020年がめちゃくちゃいい年だったから、ありがとうございます。素晴らしい。また来年よろしくお願いしますみたいな。俺めっちゃシンプルだよ。ありがとう。名前と住所とこの1年間、ね、家族全員が健康に過ごせました、ありがとうございます。しかも神様にいろいろ言っても覚えられないから大丈夫。 ありがとうだから何もやらなくていいから。はい、というわけでまたおかげ横丁を通って、もうちょっとなんか食べたいな。前回来た時にこの伊勢焼きうどんを食べてみたいなと。これ前回食べたかったけどお腹いっぱいで食べれなかったので、そうトライしてみたいと思います。ちょっと待たなきゃいけなかったけど、焼きたて、あ、うまそう。美味しそうでしょ。ミュ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 長っ。うん、うまい、ね、うん、味は違うのさっきの、うん、こっちは醤油が強そうだね。そう、うんってすっかり言ってないよ、うん、醤油味がめっちゃうまい。醤油のお店だからね、ここね。そう、ショックだよ。ここの伊勢うどんが今までここで食べた伊勢うどんより美味しかったから、この焼きうどんめちゃくちゃうまい。私はデザートゲットしました。いちご飴、でかいいちご飴。よかったね、あって。伊勢参りの動画が楽しかったならいいねボタン。何この急に親指が長い。グッドボタン。そういうこと。まだチャンネル登録してない人もチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。